およそ300メートル先、右方向です。皆さんこんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は岐阜県岐阜市北井式カフェコンフォートハピネスにお邪魔します。モーニングは午前7時から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな。目的地は左側にあります。これからお邪魔するカフェコンフォートハピネスは矢印の先です。画面の奥の大きな建物は岐阜県総合医療センターです。岐阜市には市民病院がありますので、ここの病院を県病院と呼ばれています。このお店も岐阜市キャッシュレス応援キャンペーン参加店です。岐阜市はモーニング文化の振興及び岐阜市経済の活性化を目的としてキャッシュレス決済での支払額を対象にポイント還元を期間限定で開催しています。お店はこじんまりとしたおしゃれで落ち着いた雰囲気のカフェです。モーニングは午前7時から午前11時までです。営業時間ですが、平日は午前7時から午後6時30分までです。土曜祝日は午前7時から午後2時までです。定休日は日曜日です。軽食の焼きそばが500円、カレーライス600円、軽食で一番高くても700円のオムライス、ピラフ、嬉しいリーズナブルな価格ですよね。ランチが午前11時から午後2時までです。なんと日替わりランチが600円です。びっくり価格ですよね。値段の高いハンバーグランチでも700円です。これってすごくないですか。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは一種類だけみたいです。ドリンクはホットコーヒーをお願いしました。ホットコーヒーが450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。ドリンク代のみの450円でこんな感じです。ドリンク代のみの450円でサンドウィッチが2つ、果物の柿、いろんなものが入ってカラフルなサラダ、スパゲッティ、煮物など6品がついています。これからどんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。このモーニングサービスはドリンク代のみの450円ですが、 30% 還元サービスを利用しますので実質315円のモーニングサービスです。 30% オフは嬉しいサービスですよね。それではまず最初に画面の上のスパゲッティから見ていきます。スパゲッティが入ってるこの器ですが、背が高いというか器の中が深いのですごくたくさんのスパゲッティが入っています。またこのスパゲッティですが、温かくて美味しいスパゲッティです。冒険家マルコポーロが中国から麺を持ち帰ったのがスパゲッティの始まりとか、いやいやイタリアにはそれ以前からマカロニがあったとか、イタリアでのパスタの起源に関する説はいろいろありますが、パスタの誕生については諸説ありますが、古代ローマ時代に食べられていた
小麦などの穀物を粥状に煮込んだプルスが起源ではないかと言われています。現代のようにソースと絡めて食べるパスタ料理がイタリアに普及し始めたのは17世紀のトマトとの出会いがきっかけみたいです。そして17世紀半ばを過ぎる頃からパスタ料理はイタリアから世界に広がっていきました。日本にパスタが伝わったのは明治28年1895年新橋のレストランのコックさんがイタリアから持ち帰ったのが最初と言われています。次はサラダです。このサラダにはトマト、コーン、キュウリ、レタスなどがいっぱい入っています。ドレッシングは爽やかな酸味の効いた美味しいドレッシングが使われています。年齢を重ねるにつれて認知能力は自然に衰えていきますが、緑色の葉物野菜を毎日食べていると記憶力と思考能力の低下を抑えられる可能性があるという調査結果をアメリカのラッシュ大学医療センターが発表しました。研究では緑色の葉物野菜を1日に1回以上食べている人はほとんど食べない人に比べ記憶力と思考能力のテストで低下率が低く、認知能力では最大で11歳の差が生じることが明らかになったみたいです。毎日を健康に過ごすためには普段の食生活の中に野菜を上手に取り入れることが大切みたいです。次はサンドイッチです。サンドイッチですが、柿を真ん中に挟んで左右に1個ずつ2つあります。今や恒例になりつつあります。サンドイッチの中身を見る前にサンドイッチのルーツを見ていきます。2枚のパンで具を挟むサンドイッチは1760年頃のフランスで誕生しました。日本は江戸時代です。カードゲームが好きな第4代サンドイッチ伯爵ジョン・モンタギューが食事の時もゲームを中断せずに済むよう片手で食べられるサンドイッチを生み出したことが始まりです。その出来事を当時のフランス人作家ピエール・ジャン・グロスレが書き残し現代に伝わりました。これからサンドイッチの中身を見ていきます。よろしくお願いします。こちらにはトマトが挟んであってマヨネーズにわさびを混ぜてわさびマヨネーズの辛みがアクセントになって美味しいサンドイッチです。こちらはハムが挟んでわさびマヨネーズが塗ってあります。すごく美味しいサンドイッチです。マヨネーズだけだとちょっとムッとする感じですが、わさびが入ってるのですごくすっきり爽やか風味のサンドイッチです。次は柿です。柿が影の中に入って見えづらいので少しだけ明るくします。柿はビタミン C が豊富でみかんの約2倍タンニン、ビタミン KB1、B2、カロチンなど多くの成分を含んでいます。また柿を食べると風邪をひかなくなり医者にかかる人が少なくなるという由来から、柿が赤くなると医者は青くなるということわざがあるほど栄養価がとても高いスーパーフルーツです。柿の学名はディオスピロス柿と言います。神の食べ物、神々が召し上がる果物のように美味しいという意味だそうです。柿は日本最古から伝わり日本を象徴する健康食材みたいです。世界各国で柿の呼び方で通じます。その理由はポルトガル人が種子島に鉄砲をもたらした1543年の秋、日本の柿の美味しさに衝撃を受けたポルトガル人が柿の苗と種を母国に持ち帰ったという説があります。その後柿はヨーロッパ各地に伝わり、ポルトガル領だったブラジルでも柿は広まりました。そして現在柿はスペイン、イタリア、イスラエル、そしてブラジルなど世界各国で生産されています。2021年の統計ですが、柿の生産量トップ10は1位中国、2位韓国、3位アゼルバイジャン、4位日本、5位ブラジル、6位ウズベキスタン、7位台湾、8位イラン、9位イスラエル、10位ネパール。ちなみに2021年の統計の国内の柿の生産量ですが、1位和歌山県、2位奈良県、3位福岡県、4位岐阜県、5位長野県。以上、国内の柿の生産量ベスト5でした。ちなみに、
国内で一番生産量が多い柿は富有柿だそうです。甘柿の王様と呼ばれ、その富有柿が誕生した原木が岐阜県瑞穂市に、その瑞穂市から全国に富有柿の栽培が広がっていったみたいです。画面を少し動かします。次はホットコーヒーです。コーヒーの発見には2つの大きな伝説があります。1つは6世紀のエチオピア起源説、もう1つは13世紀のアラビア起源説です。年代的には差はあるものの、どちらもオラの国が最初だと言わんばかりです。その一つ、エチオピア起源説によると、エチオピアのアビシニア高原で発見され、その後アラビア半島に運ばれました。そこで栽培されたコーヒーのことをアラビアから取ってアラビカ種と呼ばれ始めたと言われています。コーヒー豆の種類は主に2つあります。それはアラビカ種とロブスター種です。左がアラビカ種の豆、右がロブスター種の豆です。見た目の特徴として、アラビカ種は縦長で粒も大きくふっくらとしています。一方ロブスター種は小さくてコロンとした、全体的に丸っこい外観をしています。アラビカ種は酸味や香りに優れており、高品質なコーヒーとして人気があります。しかし栽培が難しく、病気や害虫に弱いという欠点もあります。ロブスター種は苦味やコクが強く、安価で大量生産されています。しかし品質や風味に劣るという評価もあります。一般的にはアラビカ種とロブスター種をブレンドしてバランスの良いコーヒーを作ることが多いみたいです。アラビカ種は世界で生産されるコーヒー豆の約 60%、 ロブスター種は世界で生産されるコーヒー豆の約 40% を占めています。ロブスター種はアラビカ種に次ぐ生産量です。焙煎度合いによってもコーヒーの味は変わってきます。浅煎りは酸味が強く、甘みやフルーティーさが感じられます。中煎りは酸味と苦味のバランスが良く、コーヒー本来の風味が楽しめます。深煎りは苦味やコクが強く、香ばしさや焦げ目の風味があります。コーヒーには香りや味だけでなく、健康や美容にも良い効果があると言われています。画面を少し動かします。次は煮物です。器の底が深いので中が暗くて見えませんよね。少し明るくします。赤く見えてるものは人参です。人参の下には大根が入っています。人参も大根も大きめに切ってあり、温かくて味付けはシンプルだけど、やみつきになるほっこり温まる美味しい煮物です。人参にはベータカロテン、カリウム、食物繊維などがあり、人参の主な効果効能は目の健康維持、免疫力アップ、便秘解消などにも効果があるみたいです。また大根には食物繊維が多く含まれています。食物繊維は腸内細菌の働きを助け、お腹の調子を整えるのに役立つ成分です。食物繊維には食後の血糖値の上昇を抑えたり、血中コレステロール濃度を低下させたりと様々な働きがあります。便秘や生活習慣病の予防のために食物繊維は欠かせません。大根の歴史ですが、大根の原産地は地中海沿岸または中東と言われています。紀元前2200年の古代エジプトでは、玉ねぎやニンニクと同じくピラミッド建設の労働者の食料であったそうです。日本には弥生時代までに中国から伝来しており、江戸時代には各地で盛んに栽培されるようになりました。ドリンク代のみの450円ですが、30% 還元のサービスを利用しますので、実質315円のモーニングサービスです。このモーニングにはスパゲッティ、いろんな種類の野菜が入ってるサラダ、サンドウィッチが2個、牡蠣、人参と大根の煮物の6品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。すごく美味しいサンドウィッチです。マヨネーズだけだとちょっとムッとする感じですが、わさびが入ってるので
すごくすっきり爽やか風味のサンドイッチです。甘くて美味しい柿にはビタミン C が豊富で、みかんの約2倍、タンニン、ビタミン KB1、B2、カロチンなど多くの成分を含んでいます。柿が赤くなると医者は青くなるということわざがあるほど、栄養価がとても高いスーパーフルーツです。このサラダにはトマト、コーン、キュウリ、レタスなどがいっぱい入っています。ドレッシングは爽やかな酸味の効いた美味しいドレッシングが使われています。サラダが入ってる器は背が高いというか、すごく底が深い器なので、サラダがいっぱい入っています。スパゲッティが入ってるこの器ですが、背が高いというか器の中が深いので、すごくたくさんのスパゲッティが入っています。またこのスパゲッティですが、温かくて美味しいスパゲッティです。赤く見えてるものは人参です。人参の下には大根が入っています。人参も大根も大きめに切ってあり、温かくて味付けはシンプルだけど、やみつきになるほっこり温まる美味しい煮物です。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？このモーニングサービスはドリンク代のみの450円ですが、30% 還元サービスを利用しますので、実質315円のモーニングサービスです。岐阜市の強みである喫茶文化、モーニング文化の振興のため、キャッシュレス応援キャンペーンを期間限定で行っています。私はこのポイント還元を活用してモーニング巡りをしていますが、岐阜市以外の人もポイント還元を利用できます。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。